ながら柔らかいボールが入ってきました。ヘッドセカンドボール、土井翔馬右足、ラストパスが来る、レアンドロ・ダミアン落として田中打てない。いや完璧な崩しでしたけどね。カウンターです鹿島、土井翔馬抜けて決定機ファンガラーの縦に運んで右足、自分で運びながらフィニッシュ。犬飼のクロス、上田よ、距離がありましたが空中戦打点の高い上田のヘッド。犬飼からですけど、上田がね入ってくるタイミングの時にですね、その後ろからエメラルド。もう中3枚、エメラルドミドル、頭から上り里、中レアンドロ・ダミアン抜ける、逆サイド上田が手を挙げています。エメラウドは右足、おやりきれる感じあるんでね。レアンドロ・ダミアンこぼれた、拾う中村健吾、ポストエメラウド、上田柔らかいボールで、おお、レジュー橋本、遠藤粘る、うまく落として広瀬、遠藤オンサイド戻して、ハイボールエベラウド、セカンドゴール、回し込んで1対1、このパスが効いたんですね。遠藤のところに高さを取ってですね、そして遠藤がリターンしたところがですね、やっぱりいい形でワンタッチでいられたんで、中の鹿島の選手たちはタイミング合わせやすいですよね、なおかつ川崎の守備としてはですね、深さを一度取られたんで、やっぱりボールウォッチャーになりますからね、はい、であえて猪瀬としては、まあ、待機時間長いことで後ろから足に込んできた選手も有利ですからね。犬飼前に猪瀬がいますが、犬飼のクロス、ゴレー、犬飼が手を挙げて中に入ってきました。あ、よく見てましたね。遠藤深みを取って左足の折り返し、飛び込んできた、うわー、